高窓宮妃久子さまは14日、東京都千代田区の有楽町朝日ホールを訪れ、児童体外式除細動器 AED を一般の人が使えるようになって20周年を記念するシンポジウムに出席された。久子さまは挨拶で、AED はその人の命だけでなく、家族や友人の人生を変えうると思う。まず取り寄せて使う意識が私たちに求められるのではないでしょうかと問いかけた。 2002年11月、小高円宮がスカッシュの練習中に寝室細動で急性したことが、医療従事者以外の使用の検討が進む契機となり、4年7月、解禁された。